皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、桃山文化と南蛮文化についてお話しします。桃山文化から、信長と秀吉の時代の文化、これを桃山文化と言います。または安土桃山文化という言い方もあるんですけれど、秀吉の時代に一番栄えたので、ここでは教科書に合わせて桃山文化ね、こうしておきます。この桃山というのは秀吉が住んでいた伏見城、この伏見城の後に桃が植えられて桃山と呼ばれた、そのことから来ています。ですから秀吉の時代の文化、桃山文化、こう呼ぶんですね。権力や富を持った戦国大名、海外との貿易で富を手に入れた大富豪、ね、大商人、こういう人たちの気風を映した豪華で力強い文化と、ね、派手な文化なんですね。そういう文化です。まずお城だと勇壮な天守閣を持つ安土城とか姫路城が建てられています。もちろん秀吉の大阪城もそうですね。そして加納栄徳、加納三楽、この人たちはお城の中の広間に華やかな色彩の屏風絵とか襖絵を描いています。千利休が侘び茶を大成させていました。この利休という人は堺の商人の出身で、信長と秀吉に仕えたんですけれど、秀吉に切腹をさせられて亡くなっています。で、庶民の間では出雲の奥にという人、これ女性なんですけど、この人が始めた歌舞伎踊り、これが人気になって、江戸時代にはこれが歌舞伎に発展しました。この歌舞伎踊りの歌舞伎というのは歌舞伎という言葉から来ていまして、歌舞伎というのは人を驚かせるとか異様な仕草をすると、そういうことです。で、この奥には女性ですけど歌舞伎者と呼ばれた男姿で役を演じて踊りました。それから三味線に合わせて語る浄瑠璃、これも人気になって、これが人形芝居と結びついて人形浄瑠璃に成長していきました。さあ、では南蛮文化に移ります。この南蛮貿易が盛んになってくると、南蛮貿易というのは主にスペイン、ポルトガルとの貿易でしたね。これが盛んになり、ヨーロッパから新しい文化が入ってきましたね。この文化を南蛮文化、このように読みます。この南蛮文化、最初は大名とか大商人の間で楽しまれたんですけれど、次第に一般の人々の間にも広まっていきました。実際にはどんなものが入ってきたかというと、活版印刷機とか地球儀、世界地図、学問だと医学、天文学、航海術などが入ってきています。そして日本語になった言葉もあります。パン、カステラ、カルタ、今でも使いますよね。この言葉はこの時代に日本に入ってきて日本語になった、南蛮文化の言葉です。今回は桃山文化と南蛮文化についてお話ししました。この赤い丸で囲んである部分、テストに出やすい部分なので、ぜひ覚えてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。